見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設、兵庫県榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画は Wi-Fi の工事を行いましたというお話です。榊紅葉ではパソコン、各部署のディスクトップパソコン、ノートパソコン等もそうなんですが、このところペーパーレス化を進めてタブレット端末等も用いるようになりまして、Wi-Fi を使うことが多くなりました。それに伴いどうしても電波がデッドなところが出てしまいまして不都合がありましたので、これを機に、Wi-Fi のケーブルの等の確認、あと新規の設置を行う工事を行いました。こちらは施工前になります。業者がケーブルも持って、大掛かりな感じで、準備をしております。まずは現状のものの撤去とケーブルの確認を行ってます。やはり場所によっては天井裏の配線がちょっとどうなっているのか分からないというところもありまして、かなりこのように、電気を取って、ケーブルを確認したという、かなり大掛かりな工事となりました。屋根裏の配線がかなり、複雑になっておりました。こちらがとりあえず1階の施工後になります。新しいルーター等も取り付けてもらいました。これを何箇所か取り付けたという感じです。で、今回1階の陽性者が2階、3階も行ってもらってます。今回の情報共有動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。介護職募集中です。